添島マックスです。今ね、広島県呉市にあります、海上自衛隊の資料館鉄のクジラ館に行ってきました。この潜水艦はリアルに潜水艦です。この中にもね、入って見れるんですよ。で、今その前、これ大和ミュージアムなんですが、大和ミュージアムのところに、ね、この深海という、船、まあ、深海船ですね。深海600メートルまで潜れるそうですが、でね、こっちにね、金星という異船機じゃありません、金星というね、水中浴船が置いてあるんですね。これ水中浴船ね、僕らが子供の頃にね、これ図鑑で見たことあるよ。こう翼がついてるのね、この船ね。で、こう走ってるとこうやって浮くんだ。これがね、かっこいいですね。これでね、スクリューこれどうなってんのかなと思ってね、こう見てたんですよ。でもこれだいぶ古い船だけどね、スクリューこれどうなってんのかなと思ったらね、だいぶね、これぐわーっとこう伸びて、ここにあるのよ。ここに、これが水中浴船の船尾なのね。これは初めて見たよ。そんなことに感動している呉の港です。まもなく日が暮れようとして、夕暮れ時を迎えようとしています。綺麗よー。